近代文学は、第二次世界大戦後に刊行されていた、日本の文芸雑誌である。1945年、荒正と、平野健、本田昭子、萩谷岳高、山室聖、佐々木喜一、小田切秀夫の7名の導入によって創刊され、1947年7月に、第一次導入拡大により、久保田正文、花田清照、平田継、三郎、 大政巨人、野間博士、福永武彦、加藤周一、中村真一郎が加わった。その後も同人拡大が行われた。創刊当時の同人たちは多くが戦前のプロレタリア文学運動の末端にいたが、戦時中の経験を通して文学の自立性を訴えることの大切さを主張とした。創刊号と第二号とで小林秀夫、 クラハラ・コレトという文学的に対極にあると思われていた二人を座談に呼んだというのも彼らの観点を示している。その後、彼らの多くは新日本文学界に加入したが、会の主流であった旧プロレタリア文学の流れとは距離を置いた。こう、平野と中野茂春との論争はその現れであった。1964年に週刊1960年におもうけ。 近代文学史上に掲載された作品から優秀なものに受賞することとし、吉本隆明、辻国夫たちが受賞した。週刊の1964年まで5回続いた。GHQ が公職追放令を発布して間もない1946年1月12日、雑誌近代文学の座談会、コメディリテレール小林秀夫を囲んで、で、小林は、 出席者の本田明子による小林の戦時中の姿勢への言及を受けて以下のような発言を行った。僕は政治的には無知な一国民として事変に処した。黙って処した。それについて今は何の後悔もしていない。大事変が終わった時には必ずもしカクカクだったら事変は起こらなかったろう。事変はこんな風にはならなかったろうという議論が起こる。 必然というものに対する人間の復讐だ。儚い復讐だ。この大戦争は一部の人たちの無知と野心とから立ったか、それさえなければ起こらなかったか。どうも僕にはそんなおめでたい歴史観は持てないよ。僕は歴史の必然性というものをもっと恐ろしいものと考えている。僕は無知だから反省なぞしない。利口な奴はちゃんと反省してみるがいいじゃないか。 伊吹武彦主催の雑誌、世界文学1946年10月号に、近代文学導入による、座談会、近代文学の反省が掲載された。平野近代文学を語る、という座談会のテーマは、世界文学の観点からと、日本の近代文学という点からと、解釈されるわけですが、まあ身近な近代日本文学の成り立ちその確率というような問題から、 世界文学的観点まで押し広めて行ったらどうかと思うのです。一つ、プロレタリア文学運動における個人の位置、持つと広くプロレタリア文学運動というものが、現在の立場から見て、どういうプラスとマイナスとを持っていたかという点で、山室くん、何か意見ない山室マルキシズムの理論から言えば、大体個人の意識というものは、社会の経済的・政治的な発展の、 上部構造として、独立な意識というものをあまり認めないわけだね。そうなると、結果としては、現実追随という傾きがどうしても出てくると思う。そこで戦争になったんだから、仕方がない。なるべく卒とやり過ごさうという不風にも考えられる。わけだがね。一方に。歯にやうん。持つと、理想的な形で言えば、戦争になっても戦争に反対しようという、持つと、 積極的な立場も一つの奥正しとしては取り得たわけなんだね。そういうことをしないで仕方がないんだというぐらいに受け流してらいたそこが非常にマイナスの面じゃないかと思うね。佐々木仕方がないとは考えていなかつたんだら、やはり内心では戦争に反対していたわけだね。戦争はもちろんいやーしていたわけだよ。だけど現実の努力として、 戦争に反対ができない、反戦運動もできないということに対する通説な自己批判ね、そういうものは中津たんじゃないか。はにやそうなんだ。僕が仕方がないというのは反対できないということに対して、今度は反対できないならできないで自分の個人に対する再認識を明白にしなか、つたてんを言うのだがね。そういうことの演言はプロレタリア文学における個人、

正しい理論をつつっとるぞということだけで密かに満足していなかつたか。争うい不政治的な割り切れぬ反感、それを自分の生身に引き寄せた感じ方をするというところまでゆかなかつた。それはプロレタリア文学がアリュー文学あるいは政治的文学であったところに原因があるように思うのだね。平野とにかくプロレタリア文学運動というものは日本の近代文学に 一応締めくくりをつけるわけだね。そういう近代日本文学の一つの決着点である、プロレタリア文学運動が、昭和9年、一応挫折して、そうして、戦争になったわけだが、それが、今荒くんが言ったみたいに、弱点を戦争中露呈したということになれば、佐々木つまりね、点向き問題が立つて、後点向きの初期においてはやはり、皆心から良心的に悩んでいるのだね。 それが戦争になると、初めから諦めてしまっている。だから天むきしたといつでも両親にやましい思いをしなくて済むという風になってしまった。平野そういう自己批判の不徹底ということね。それは例えば、プロレタリア文学運動が敗北して、その後に天むき文学が出て、一般に言えば不安の文学というようなものが発なしたわけなんだ。あるいは、 否定的なリアリズムというような非常に個体的なものにアクセントを持つておったもの、それから行動主義という風なもの、ロマン派というものが出てらいた。プロレタリア文学の一応の枠が外れた時に混沌とした色々な芽が出て来るだけだ。その場合プロレタリア文学運動を担当した主な人たちが次に共通的たるいわば不安の文学という風なものを どういう風うに見ていたかね。ありがとうございます。